ゲームソフトのあれ、あー、 G3 パブリッシャー、どこかで見たあのゲームたちを、音楽聞いたことあるな、音楽聞いたことあるな、どこかで見たあのゲームたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか。あ、一人っぽい。あー、終わった、さよなら。さあ、はあはあ、でもなんか、なんかいろいろ遊んでいけるんじゃない。テレテレ、あ、あれか、 CM で見るやつ。そう、 CM で見るゲームがいっぱいできる。やらして、待ってね、じゃあどれやりたい。ピン抜きした。ピン抜き、はい。王様助けるやつ、いっぱいあるよ。王様助けるやつでしょ。そう、宝を奪い、だから両方抜けばいいんじゃない。あ、これは1だからね。で、左上に、はい、早く解いたら多分星3つとかあるんだ。盲人間は宝があるとき目の前のピンがなくなると宝の方へ歩いてしまう、はい、だからめっちゃ好き、めっちゃ好き、宝めっちゃ好き。でも宝にたどり着けないと力尽きて倒れる、はい、なるほどね。だから抜く順番も影響が出るかもしれないわけだ。はい、宝めっちゃ好き。すごい、フリー BGM の嵐使えるもんは使っていいんだよね。さあ2、はい、その下の2個抜いて、ね、これでだよね。うん、余裕だね。え、ピン以外のものを落とすと砕けて消える、はい、落ちてきた岩に当たれば、じゃあ先に岩落としてもいいってことね。そうだね、なるほど。敵に当てたい。まあまあクリアしてますから、はい。で、こうやって IQ を高めてくんだね。はい、宝を奪え、こっちでしょ。うん、シャッコラ、もうバカにしおって、バカにしおってよ。狼は棒人間が大好き、間にピンがなくなると近くの鏡についてくる、岩などを当てると倒せる。なるほどね。いつも CM 見ながらバカコロって思ってんだよな。ねえ、毎回毎回スマホゲームのアプリの CM 見てさ、お前バカかよと思いながら見てるからね。そこ抜かやろって思ってるよな。ねえ、シャコラ、そう、宝を奪えってことはこれ先に倒す。おい、おめでとうございます。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。こういうことよ。生意気に物理演算であの宝積まれてるな。使えるものは使えってバッチャが言ってた。さあ5問目、はい。カラボちょっと分かんなかったけど、あ、でもあの狼倒さなきゃいけないから、とりあえずこれ落として、うん、これ倒す、これ、これ、あ、すいませんでした。やったな、お前。再生でした。こうな、気が早かったの、はい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 、気が早かった。あのピンまで抜いちゃった、連打しちゃったから。そうね、うん。で、これでおそらく6名以降が出るんじゃない。はい、ありがとうございます。なるほど、よっしゃ。あ、開いた。あ、めっちゃ開く。いいね、いいね。 IQ5 が開いた次、ね、まだ IQ1 の問題だったから。さあ、宝を奪え。はい、こうしたらこいつが、こいつをこうするけど、あれ別に意味なかった。何だったんだよ。狼だけ殺した。森人は狼も大嫌い。間にピンがなくなると、近寄ってキックしてくる、めっちゃ痛い。キックの間は動けないみたい、はい、あ、なるほどね。あ、動けないみたい。だから寄せてから岩を落とすっていうのが使えるんだろうな。なるほどね、なるほど、なるほど。まあチュートリアルコースだったから、はい、あいつの挙動を教えるだけですよと。なるほどね。さあ、だからお前、だからこれをやって、だから寄せてからのキックからの宝開けてからの星さん消えるよ。星さん消える、左上、左上。え、早くない？今最速だが。いや、最速じゃないが、10秒以内クリアだが。はあ、ふざけんな。まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。星2はいいでしょうね。こうしてからの、これをこうあって、ここ。はいはいはい。オッケー。おー、なるほどね。間に合った。10面ぐらいまでやろうか。はい。だけ5だからね。これ簡単でしょ。まず、こう。で、こう。で、近寄ってきたところに、こう。もう落としとく。で、こう。ほら、星2だ。やばい、間に合わない。あ、でも典型的な A 型が怒りに震えてるよ今。なんで？星2だから。そうやな。後で埋めてください。お、落とす、すいませんでした。スタートして、間違えた。いや、分かった、もう全部分かったから。今こうして、こうして、こっちに来たとこをこうね、早く早く早く、で、こうして、こうして、こう、あ、こや。なるほどね。早っ。ピン抜きってこんな感じのゲームなんだね。もうちょっと進んでった
時にもっと面白さが分かるのでは。あ、まあね、だって50まであるよ。まだちょっと、ただほら50までやってたらピン抜き実況動画になっちゃうから。うん、他にもあれですから、そもそもですけどガチャが引けるようになりましたから。何が出る？さあ何が出る？パーン、称号先細り、先細り、お姫様、奏者、お姫様の奏者、3代目お姫様、ジェイソウルブラザーズ。だからこれで称号とかを3代目お姫様、お姫様にすれば三代目お姫様ヤガミ。どういうこと？待って、俺数字タワーやってみたかった。あ、なるほどね、他のやつやってもいいんだ。開くんだ。で、難しいのからやったらいいんじゃない？あ、それいいかも。だってもう分かるじゃん、絶対に。うん、で、奪えるんだよね、確かね、これね。そう、相手のなんか強さをプラスしていく。だからもうもう開いたから11ぐらいからやってみる。いや、でもさっき結構8ぐらいから。え、そう？8、2倍にしてからの上倒して、上倒して、で開いて。簡単すぎるだろ。ほら、一番最後の倒していって、15。なるほど、絶対にできるから。なるほど、うん、じゃあちょっと先に進めようか。さらに進めてくれ。でもこれ先に進めることでピン抜きの後半もできるようになるからね。やった、11、プラス5、8を倒す。で、23からの18倒す。てか、あれ？あ、大丈夫か。かけるにって。で、80にして、かける2にして、162にして。ダメだったかもしれない。そう。そっか、倒せるやつは倒してからかける2した方がいいね。そう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 、かける2だって、ね、あれ倒せなかったら150に届いてないからね。それは分かったね、今んとこ親神だけだから。え、嘘。マイナス2。あ、でもこれ塔自体は全部抜けなきゃいけないのかな。でもしゃあないしや。まあまあ、だからそういうちょっと、あ、そういう学び、まあ、そう、マイナスも食らわなきゃいけないこともあるよと。学びエリア。あー、でもまだちょっとしか開かないのか。18いこう。10、待ってね。9やって、で、14倒して、で、あれを16で、で、18になっちゃって、飲んで、で、15倒して、15倒して33の、かける2で、66の65。こんなタロもできたよ。なるほどね。一回学んじゃえばね。ね、これはなんか、これもあれだね、さっきのピン抜きと一緒で終盤戦までいかない限りはで簡単にクリアできそう。あ、ちなみに後半戦に行くとコインが1回につき2枚もらえるように、8の16の、まあ、次行こうよ。何が？え、次のゲーム。あ、もう早くない？早くない、早くない。で、これで64の48倒す。48倒す。かける3する。96倒す。ありがとうございました。カラー分けとかやります？え、あ、車出すやつやりたい。車出し、はい。もういきなりあれですよ、これモルカーのやつとかやってたからだ。もういきなり19問目まで来ますから。モルカーでやったから、だから11ぐらいとかからでいいんじゃない？うん。全然、早く開け、あ、開いたわ。開いたわ。いきなりいける？え？じゃあ10から行く？11ぐらいからでいいんじゃない？モルカイでやったから。あ、これ、選ばなきゃいけないのか。やべ、落としたので、これを出す、これも出す、これも出すでしょ。で、それも出せる。あ、簡単です、ありがとうございます。今左側で今ちょっと事故りそうだけど、あとギリギリで星2だけど。出ていくまで。そんな、まあまあ、でも IQ はね増えるから。でもね、上手だし。なるほどなるほど、モルカイでやってたからさ。なるほどね。おお、経験者だからさ。じゃあ20ぐらいやろう。多くなってくるかも。でもモルカイでも時間制限なかったから。人引いちゃダメだっぽいよ。あ、人は引くのもモルカイでやったからさ。間違えてる、間違えてる。人引いたこともあるし、
人引いたこともあるし。あるし、あ、ひら、いや、黄色選びたいの、誰と選ぶのこれ。選べない、選べた。そういうところあるから。やばい。引くな、そこいたら、どけよ。今。で、右行きたい。おお。ダンダン。ちょっと、左の青い車出さないと話始まんなくない？あ、ない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 。そいつを出さない。そいつ出したら、話は変わった？うん。その下の黄色が引っかかってる。もう選べないこれ。車を選、あ、こう、あ、十字キーでいいのか。あ。け、あ。今ゲシュウみたいな顔してるよ。してないし、人間だし、人間ゲシュウの顔できないし、分かってるから。おお、分かっ、ごめんなさい。それ気をつけて、いけるよ。あー、びっくりした。でもこれで全部いける。反対だよ。あー、星さんもデッドでは。あー、デッド、星さん死んだんか。うるさいな。君かポジティブく聞けだろの言葉を。デッドっつうだよ。言ってなよ。で、マネー集め、マネーを使って足場を作る。あ、お金を足場にするんだよ。はあ、全部出たわ。倫理観ゼロのゲーム。ちょっと待って、一回ルールが分かんない。お金集めるじゃん、うん、そしたらお金を使ってビューンってキャンプできる。上行けるはず。なんか押してみ、ほらほら、お金を使って、ほら、倫理観ゼロ。倫理観ゼロ。金を踏みつけていくゲーム。で、ゴールまで行ける。行けた。あー、なるほどね。そう、たくさんお金集めて最後に。なんでお金が足場になるの。やっぱり人生にはお金って必要不可欠で。これ考えた、これ初めてさ、このゲーム考えた人、うん、どうやって考えたんこれ。世の中は金っていうことが頭にあったんでしょうかね。危ない。お金ちょっと無駄にしたよ、まあ、200万ぐらい。あ、もう危ない。もう、あー、もう危ない。タイミングゲーじゃん。今、貧乏だよ、今。こんなんじゃ彼女と幸せな生活できないよ。マジで仕事手に入れる、リッチ。おめでとうございます。仕事しないと、あー、危ない。あれ、上に乗るのさ、うん、どうなんっていう判定。あれ、ちょっと物議を醸して。あ、もう、すごい。魔のお金を、あ、余裕、リゾホラも。なるほどね。あんだけ頑張ったから、このプール付きの一戸建てに。あれだよね、さ、看板になんか兵士がいるやつ、うん、プラス4とか、うん、と違ってさ、うん、なんか、頭で考えるっていうほど頭では考えないね。ね、お金の使い方学んできたね。いいじゃない。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。で、あそこで、医者になっちゃうわけよ。医者になんだ、あれやばい、セレブリティ。やーべー。おー、余裕では。だってだって、でもまだ上ある。これ以上取れない。お、いよいよついに2人の女をはべらかすように。第二夫人まで。ねえ、豪邸。でも俺、さ、一番大事なこと言っていい？はい。俺、このアプリの CM 見たことねえわ。え、嘘？カラー分けはどんな感じなの？あの、やらしてくれ。待って、カラー分けはこれはもうすごく地味なんじゃないの？それをスピード早くやれってこと。あー、なるほどね。じゃあ、1本全部色にするってやつ。じゃあ、21ぐらいから。1本全部。だから、これ青。青に入れて。そうだね。で、青が欲しいから、これ赤。こうしといて、青でしょ？で、青、これ緑になったからこう黄色にしといて。これをこうするでしょ。開いたからこれ赤にして、うん、で、この選べない。これにして、で、このこれを黄色にするでしょ、うん、で、これ緑が緑になるし、青は青になるんすよ。はい、なるほどね。さあ、こや、これは CM で見たことある。見たことあるでしょ、うん、スピードよく、ね、地味だね。そう、でもゲームだと大体あれな、回数制限がある。ああ、まあ回数制限あって叱るべきだよね。スピードより回数制限の方がいいと思うんだよね。ね、速さよりね。1個空いてる。じゃあ青が、青からいくといいね。青が一番上に。あ、そうだね。あ、間違った。でもいいんじゃない、どの道。あ、赤があるから、でそこうして一番端っこの赤、あ、おー、
で、じゃあ紫を、で、紫がこう、あ、あらら、で、これもこうなって で、黄色こっちに、で、緑のとこに、多分行って多いやり方だね。なになになに、お、なに、なにかな、なにかな、わかんないけど、どうかな。でもギリ欲しい。なるほどね。3は取れなかったけど、簡単。あー、これは簡単だね。簡単。これはなんか本当誰でもできる。シンプル。じゃあ、バカにしてたピン抜きの30でお別れしましょう。でもこれうっかりしたらすえ、でもこいつとこいつはやり合うんじゃない？全然ダメじゃん。あ、こうしてこいつがこいつらを倒しに行くでしょ。で、これを開けとくて、で、これ倒したら、これを落とす、倒させる。で、すいません、あっちの人ってどうすればいいんでしょうか。え、大丈夫ですかね。お宝がないからね。これなの、あ、そうなるの。あ、これちょっと、これ初見、ね、初見です、初見です。でこうするとこうなるから、でこう、あ、ごめん、あれ宝だと思った。誰がどう見ても宝じゃなかったじゃん。ダイナマイトじゃん、絶対に。敵を全部倒せってこと？ってことになってるのかな。しゃこらー、全然わかんない。それはそうね、倒すじゃん、で上抜くじゃん、で下も抜くじゃん。なぜか絶対あそこ動物サーバトルにさせたがるタロちゃん。こうして、あ、これでよかったんだ。あ、それでいいんだ。ダイナマイトに突っ込んでいっちゃった、ね。あれだね、後半になってくるとちょっとパズルゲームとして成立感ある ね。ある。じゃあこれで一番難しい問題をタロちゃんがさっと抜けて、みんなも遊んでみてね、バイバイっつって締め、せーの、アデュー。言いたくなるよね、これね。痛くなるよな。35、マグマ出た。マグマだね、新素材、おめでとうございます。待って、人間ところは絶対に開けられないからね。上のゴブリン困ったちゃんだね。人間に向かってくるでしょ、ゴブリンは。はいはい。だからまず、まず、お、まず、一旦、開けて、このゴブリンを殺し、これを引いて、これを殺し、これは関係ないです。で、これも意味ないから抜いといて、で、これを開け、これを開け、これを開け、そう、寄ってくるから死ぬ。立ち往生。抜いて。うわー、でもこれだけは抜けないから。そうだね、死ぬから、これも。それはいいんじゃない、まだ抜いても。極論こうなると落ちるわけでしょ。極論でもこの線が抜けなくなる。左、右にギリギリ乗るんじゃない。でもこのモンスターを倒してからにしないと。だってあれじゃん、ね、主人公のところに来る前にマグマが上から落ちてきてくれれば。そんな甘い話。ヒュッヒュッて抜いて。選べないです。あれ、苦戦されてる。え、苦戦されてる。難しいね。で、殺す、お前を殺す。で、それ抜いていいんじゃない。これ真ん中、こいつもやっつける。お、勢いがあるから。勢いの問題ってことは、
わー。ディッディ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 下抜いて、これ右、これうん、でそれも抜いて、その斜め抜けば積もったのが物理演算で右に転がるから、おお、あ、それ、あ、え、殺せたかも、寄ってくるから死ぬ、おー、なんかスイッチで暇つぶしにやるには非常にちょうどいいかも、ちょうどいいかもしれん。遊んで思ったこととしてはスマホ版出してくれると、これないのか、これのアプリは。確か残りのミニゲームがね、まだいっぱいあるのが気になるけどね。いっぱいやるといっぱい、そうだね、新しいので、数字タワーカラーで、バリスタの矢に、あー、どこどこで何々でクリアみたいのがあるんだね。んで、あー、クリアランクの星をいっぱい集める、で IQ を上げる、もしかして天才ね、で金持ちになる。まあでもこれで見る限りだとミニゲーム自体はこれなんだね。うん、で全てミックスっていうのが多分隠しモードにあるんだね。もうここにネタバレが出てるから、まだネタバレ。おー、でもこれなんかちまちま遊ぶにはいいかも。はい、入院前に知っときたかった感ある、ちょっと。おー、まあまあまた入院しないで。いいですね、このなんでしょう、開き直ったオプションね、BGM と SE とスタッフリストが見れるだけっていうね、結構あるよねこの手のタイプ。でもあれだよね、面白いところに間違いなく着眼ってあるよね。はい、みんなが見てきたあの手この手のゲームが遊べますっていう。ひとまとめになってるのね。じゃあ最後にね、ガチャ回しておりましょう。はいね、3回回せますから。はい、靴、症候群、女子、希望の、あ、でもレアだったよ今。レアとかあるんね。え、だから、先細り靴、OK です。はい、というわけでございまして、また違うゲームでお会いしましょう。バイバイ。いい。